まあ、一番お時間かける部分が、そのワンちゃんのコンディションですね。で、皮膚の状態ですとか、お口の状態、耳の状態、あと、その子の精神面ですかね、っていう部分も、しっかりとチェックさせていただいております。やっぱりワンちゃんも、初対面となってしまいますので、まず僕にも慣れてもらいたいし、お店にも慣れてもらいたいので、必ず10分ほどお時間はいただきまして、お店の匂いだったりとか、僕自身の匂いもそうですし、どういう人なのかな、どういうお店なのかなって知ってもらうための、最初に10分間のフリーのお時間はいただいております。マイクロバブルは、皆さんにお付けしております。マイクロバブルの細かい泡によって、皮脂の汚れや、環境の、土の汚れだったり、ほこりの汚れですね。ああいったものを、皮膚の負担が限りなく少ない状態で、洗い流すことができるので、皆さんにお付けしております。また温浴効果があるので、そのリラックスしていただくためにっていうためにも、導入させていただいております。はい、皆さんにも保湿はお付けしております。エアブラシで、霧状に添付させておりまして、どうしてもシャンプーした後、必ず皮膚が、乾燥状態になっております。なので、その保湿をすることによって水分を一度戻してあげるという意味で、必ず皆さんにお付けしております。ありがとうございます。僕自身、カットの勉強するのがとても好きなので、カットのセミナーが、頻繁に行われているので、そこに足を運んで、勉強しに行ったりとか、あとそこでできるそのトリマーの仲間ですね。そこで横のつながりができて、そこで勉強会とかでそのカットの勉強をしたりとかしております。また、最近だと SNS とかで、海外のカットですとか、もちろん日本の本当にうまい、カットのを簡単に見ることができるので、そこでも勉強はしております。当店では、ご飯おやつもとても厳選しております。僕の思いとして、やっぱり皆さんの、ワンちゃん長生きしてほしい、健康で長生きしてほしいという思いがありますので、セミナー等でたくさん勉強し、やっぱ食べたもので体構成されるので、そのたくさんある中から、厳選したご飯フードはご用意はしております。当店のカルテとても大きいと思います。3時間、カットのお時間いただきますと、たくさん気づく点あります。なので、そのワンコの、その時のコンディションについてまず書かせていただいておりますし、その、コンディションちょっと悪いなと思った点は、そのアドバイスも書かせていただいております。例えば、毛玉ができている頭とかだと、毛玉ができていましたっていう箇所と、あとは、そのブラシのアドバイスでしたりとか、そういったものも一緒に書くと、とてもちょっと情報量が多くなってしまうので、カルテの方はとても大きくなっています。はい、当店のホテルは、ケージフリーっていうのはまず第一でありまして、もう本当にリラックスした感じで、過ごしてもらうようにしています。で、また夜も僕が完全お店で一緒に寝泊まりしているので、みんな僕の布団の周りで一緒に寝たりとか、和気あいあいとしながら夜は過ごしています。はい、当店、とっても小さいサロンですが、カットからそういう毎日の日頃のケア、あと、本当フード、ご飯系ですね、とかもたくさんこだわり詰まっております。必ず満足できる自信はありますので、ぜひご利用ください。